旧帝国図書館帝国図書館は第二次世界大戦以前の日本における唯一の国立図書館である。1872年設立の書籍館を起源として1897年に設置された。戦後の1947年に国立図書館と解消した上、1949年に国立国会図書館に統合されて消滅し、蔵書は 現在の国立国会図書館東京本館に受け継がれた。帝国図書館は上野公園の丘に所在したことから上野図書館の通称で長く親しまれた。上野図書館に通った経験を持つ文豪や学者は数知れず近代日本文化の歴史に大きな足跡を残している。その歴史ある建物は国立国会図書館支部上野図書館を経て2000年に 国立の児童書専門図書館である国立国会図書館国際子ども図書館として再生し現在も国立の図書館として現役である帝国図書館は明治5年8月1日に文部省によって設置された書籍館を前身とする前年に設立された文部省は博物館を近代的な国家に欠かせない文化施設と考え設立後すぐに 博物館を設置するが、同じく重要な施設として、書籍館併設の必要が検白され、博物館と同じ博物局の管轄として、書籍館を湯島製堂内に設置された博物館に併設した。書籍館は東京で最初の近代的な公共図書館であるが、当時の閲覧は有料制であった。しかし、翌1873年、 ウィーン万国博覧会参加のために作られた大上官博覧会事務局に文部省博物局が併合される図書籍館も文部省の管轄を離れ、後に浅草に移って浅草文庫と解消された。一方、文部省は大上官に博物館図書籍館の必要性を解き、1875年になって博物館図書籍館を組織のみ文部省の所管に、 取り戻した。ところが書籍館の蔵書は、文部省の書館には戻ってこなかったため、文部省は改めて省の所蔵する図書を譲渡し、同館は東京書籍館として再度湯島制度内に再発足することになった。東京書籍館は、蔵書は、文部省から交付された約1万冊を基礎とし、日本で初めての納本図書館として、すべての国内出版物を蔵書に受け入れた。 閲覧は再発足時から無料となるが、西南戦争の影響による財政難から1877年に廃止が決定され、東京府に移管されて学務課が管轄する東京府書籍館となった。しかし、東京府も財政難で運営混乱となり、1880年7月には文部省に再度復帰し、名称を東京図書館に変更。 東京図書館は1885年6月に東京教育博物館と合併して上野に移転した。上野図書館の通称はこの時に始まる。上野の東京図書館は同年10月に開館するが無料制に伴う館内の混雑を調整する目的から有料制に戻された。1889年3月には東京図書館完成交付により、 東京教育博物館から分離、独立の図書館となるが、財政、施設とも貧弱で、国立図書館というには、未だ不十分であった。1890年、東京図書館の館長に就任した田中稲城は、欧米への図書館事情視察経験から、東京図書館を本格的な国立図書館に発展させる必要を認識し、帝国図書館の設置を働きかけた。 その結果、1897年4月になって、帝国図書館完成が交付され、帝国図書館が設立、田中稲城が初代館長に就任した。帝国図書館は、東京図書館の業務と蔵書を受け継ぎ拡充させ、1906年3月20日には、上野公園内に現存する新館庁舎を進行、移転し、開館式を挙行。田中館長の尽力にもかかわらず、 帝国図書館の予算は館長の要望する額には及ばず、庁舎も当初計画のわずか4分の1の規模に止まったが、納本制度による国内文献の受け入れや要所の購入が努力され、研究所を多く揃えた研究図書館として優れた蔵書コレクションが構築された。1921年からは文部省の図書館員教習所も館内に置かれるなど、文部省による 図書館行政の拠点となって、帝国図書館は、戦前の日本の図書館会を主導していった。この年、田中館長が文部省との対立から更迭され、東京高等師範学校教授の松本貴一が就任した。松本は図書館における活動の経歴がなく、在任中には文部省の意向に忠実で図書館の国家。 軍部への従属を進めたとする批判と支所に対する資格制度の導入などの人材育成や農本制度の改革など戦後の図書館システムの基礎を築いたとする功績の間において今日もなおその評価が分かれている人物である。1923年の関東大震災では蔵書と庁舎に損傷を受けたが警備で済み太平洋戦争中は 大地上の住宅街から離れた場所にあったことから空襲の被害を免れて大正から昭和初期の動乱を生き延びる。太平洋戦争中に基調書の疎開などを行いながら終戦まで帝国図書館の閉鎖や臨時閉館等を行わずに予定通りの開館を続けたのは松本の最大にして最後の功績であった。 終戦直後の1945年11月13日に松本館長が在任のまま死去し、翌1946年5月13日に司書館岡田尾が館長に就任する。戦後の1947年12月、帝国図書館の名称は時代に適合しなくなったことから国立図書館と解消された。さらに、翌1948年には、 米国議会図書館を模範として、旧帝国議会両院の付属図書館を基礎とする、国立国会図書館が設置されて新たな法定納本図書館となるが、この法律によって、旧来の納本図書館である国立図書館は、その機能を国立国会図書館に統合されることになり、同年5月岡田館長は国立国会図書館整理局長に転じた。その後、 統合後の文館館長就任を前提に、文部省社会教育局員の加藤隆史が館長に就任1949年4月になって、国立図書館は国立国会図書館に統合され、国立国会図書館支部上の図書館となった。1872年設置の書籍館は、旧幕府の昌平座科学文書、和学講談書、 版書調べ書などの所蔵していた貴重な古典籍を蔵書の基礎としていたが、博覧会事務局から文部省への再漢字に蔵書は内務省管轄下の博物館事務局に残されたため、東京書籍館は文部省から改めて譲渡された章の所蔵図書約1万冊を持って発足した。文部省所蔵の図書は要所が中心であったので、文部省は各府県に命じて、 旧犯行の蔵書を集めさせ、その両書3183部43630冊を選んで東京書籍館に収めたが、これらが、後の帝国図書館の蔵書の基礎となった。一方、大城館博覧会事務局に残された旧幕府系の蔵書は、内務省書館の浅草文庫を経て、内閣文庫、提出博物館などに移って、現在に至っている。 東京書籍館時代以来、この図書館は日本の法廷の本図書館でもあった。すなわち、出版条例、出版法により義務付けられた納本制度に基づき、発行の3日前までに内務省に納本された出版物2部は一部が検閲事務に用いられて内務省に保存され、もう一部が改めて帝国図書館に交付されてその蔵書となった。 英国図書館は交付された出版物を3種類に区分し、学術的に価値が高いとみなされた資料を交部として閲覧に供した。残る出版物の内閲覧の必要なしとみなされた資料を乙部として保存のみを行い、保存の必要が認められなかったチラシや日記帳などの出版物は、平部として1年の保存の後廃棄していた。また、1937年以降は、 発金図書も交付を受けて保存していた。その他、購入や国際交換によって入手した要所や東京府から帰宅された江戸町奉行書文書、国内の収書課から寄贈された特殊コレクション類を多く所蔵していた。1906年の新館移転時の蔵書は約47万冊。1949年の国立国会図書館との統合時点での蔵書は、 約107万冊であった。国立国会図書館支部上野図書館となった後も、107万冊の歴史ある蔵書は上野図書館で所蔵を公開されていたが、1961年になって長田町で新築された国立国会図書館の中央館に統合され、帝国図書館が残した遺産は国立国会図書館へと受け継がれて、現在に至っている。明治建設部分。 左、閲覧室、右、書古帝国図書館の庁舎は、移転を経て、上野公園の東京音楽学校敷地内に用地が確保され、1908年に第一期工事が完成した。設計は、久るまさらによるもので、鉄骨補強のレンガ作り、規模は、地下1階地上4階建てである。現存し、東京都選定歴史的建造物に指定されている。 当初計画では、広大な中庭を内側に取り込んだ炉の字型の広大な建造物で全体が完成すれば、東洋一の規模を誇る大図書館となる予定であった。しかし、日露戦争直後の当時の財政状況から、計画通りの完成は見送られ、当初計画の4分の1が完成したのみで終わった。和風要素を入れる案もあったが実行されていない。昭和造築部分、 明治の庁舎は1923年の関東大震災を増車の一部が消失、破損する被害を受けたものの乗り切る。ただし建物の疲弊は著しく、1927年増築工事に着工、構造を鉄筋コンクリートに改修した。第二期工事は1929年に竣工し、左部分の一部が完成、依然として、 当初計画の3分の1にも満たないものの、現在まで見られる姿が完成する。現存庁舎は当初計画の炉の字の内の正面に当たる、東側の閲覧室部分と南側の書庫の一部に当たる。閲覧室部分は3階に、目録室と一般閲覧室があり、男性の一般閲覧者はここで図書を閲覧した。2階は、 女子閲覧室と登録した研究者のみに開放される特別閲覧室に開けられ、1階には、機品室や、館長室、職員のための作業室があった。しかし、大正期には早くも手狭となり、敷地内に木造館舎を建てて、事務室など一部を移さねばならなかった。第2期工事で追加された左側は、事務室、ホールなどである。2000年から2002年に、 段階的に行われた国際子供図書館会館にあたり大規模な改修が行われ地下部分が免震層に改められた。建物は建築遺産として極力保全が図られ空調などの機械動線と廊下、エレベーター、階段などの閲覧車動線を兼ねたガラス張りのラウンジ棟が背面部分を覆うように加えられた。これにより 歴史的建造物の部分はほとんど保全され、明治の雰囲気を色濃く残す正面東側から見た、外観や内装はほとんど残されたまま、現在の建築基準に適合した近代的な図書館に生まれ変わった。ありがとうございます。